だからわざとね、あの分からなくしてるんじゃないかと推理的な考え方をすればね、わざとその意図をあの、曖昧にしてね、そのそういうものを残してる。だからダイイングメッセージありませんけどね、そのメッセージを分からなくしてるんじゃないかっていうね。だからもしかしたらもう一つね、敵がいるわけ。その敵に分からないようにメッセージを送るために苦労してると。なんか半村亮の世界、半村亮の世界だったな。だから、要するに何はともあれ、地球の人間たちが、ある意味で目覚めて、で、その目覚めた時に、その悪者の方行っちゃいけないと。そうそうそう。ね、いや、間違っちゃう。そんなにですよね、逆に、これが、その、非常に悪者の方の、方のメッセージかもしれないよ。さあ、それを見分けるのは大変だね、今度は。それから南山さんね、こういうふうに今までそのいろんなその不思議な現象がありますよね。で、これがいざその、未知との遭遇じゃありませんけどね、誰かが来てね、バッてやったら全部わかるのかしら。例えば牛のほっぺたをね、持ってった理由っていうのがバッとわかったりね、あの解音は実はこれだったとかね、なるほどっていうのがあれば最高ですけどね。で、案外さ、案外それは簡単なことなのかもしれないね。そうなんですね。実は。我々ももう全然き、日常茶飯事の中で、ああ、そういう風になればそうなるよっていうの、当たり前のことなのかもしれない。実は。で、だから、その、そういう、つまり、あるメッセージもね、みちょちゃんは分かんないようにやってるって言うのはそうじゃなくて、つまり、その、宇宙のところでもって、これが、まあ、つまり、体制側か反体制側か別問題として、じゃあ、善悪としましょうか。善悪とするとですね、善のメッセージは、危害の加え、加えないようなメッセージ、悪のメッセージは例えば牛の霊のような、あるいはこの爆発音によって心管を寒からしめるような、こういうものとか、そういうことは考えられるんじゃないですか。だからいいもんの方は割とこういろいろ危害加えないように非常にソフトにくる、悪者のやつらは割とハードにボンとくると。それも面白い考え方ですね。確かにそうかもしれませんね。ねえ。ね、向こうは割とごく普通のことやってるのかもしれないですね。ごく普通のことや。だ僕たちがね、コアコラの瓶に、タバコの吸い殻を投げ込むとしますね。多分もう宇宙人は弱り切ってね、どんなメッセージだろうなってのかもしれないですよね。ごく当たり前のことでね。そう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 。不思議だな。しかし、世の中にやっぱり不思議なことがないと困るんだけど、この、まあ、ミストのソングなんかがね、30日の夜7時半からね、まあ、試写会ありましてね、で、まあ、僕も行く招待券もらってたんですけどね、時間がなくて行けなかったんですけどね、まあ、いろんな人が行ったらしいですけど、やっぱりかなりの反響でね、みんな、帰ってきたそうですがね。まあ、SF 作家の方々もね、ご覧になって賛否両論、賛否両論なんですかね。そのね、見た後ね、我々、こうね、みんなですぐ家に帰らないで話し合ったんですよね。銀座のバーです。まあ、悩ましいですね。我々全然関係ないですね、それで。いいじゃないですか。あのね、こう、全然違う考え方がね、こう、二つに分かれてね。非常に肯定的な方と、否定的な方とね。いずれそういうのが文字の形でね、いろいろ出てくるでしょうけどね。例えば、小松さん、小松左京さんたちは割と肯定的。私もどっちかってそういう考え方なんですけど。星さんたちはもっと皮肉に見て、あの映画に対してね、否定的な見方をこうして、それがこう、激論になりまして、非常に場所が場所なのにね、話は非常に真面目な話になりましてね。ね、場所場所って場所は場所。いやいや、そういう硬い話をするようなところじゃないという意味ですよ。でもそれ非常にね、なんかその、やはりそれだけね、いろいろ考えさせる映画ではあるんですね、あれは。非常に面白かったです。そうか。来月まで僕たちも見ないと対抗できませんね、南山さんの話が。そうなんだよ。ね。これがね、何が悔しいったってね。見ないことに。だけどね、南山さんも実は見てないんだよ。じゃあアメリカで見たんですよ。あ、そうじゃなくて UFO でしょ。UFO。あ、UFO の話ね。UFO は見てない。UFO の話ね。あ、ミストの遭遇は見た。ミストの遭遇の話したの。あ、そうかそうか。それは昨日も、おとといになりますけどね、それも。じゃあ2回目ですか。え、そうなんだ。本物の UFO はまだ。それは残念ですけど、まだ遭遇しておりません。それは僕たちと大体同じですけど。大体同じ。どうせ見るなら、こうみんな一緒に見たいですがね。見たいです。目の前でね。ええ。一人じゃ怖いから。だけど、例えばね、例えばさ、これまあ、例えばこう放送をやっててさ、例えばね、心ある宇宙人の人たちがいるならば、我々が一生懸命ね、ない頭でもって、一生懸命いろんな推理を施してやってるわけでしょ。
なんか親切な宇宙人がいないかしらね。そうね。うん。ラジカンのところにちょこっと来てね。うん。で、この戸の隙間からこうやって覗いて、にやにやわってね。なんだ、まだあんなことやってんのか。で、トントンって、南屋さんの肩叩いてね、ふっと後ろ向くと。僕だよ。うん。あ、その時はもう俺たちは了解しちゃうわけだよ。あ、宇宙人の方じゃないですか。え？いや、どうぞって話し出すわけ。そうなってくれた方がありがたいんですよね。でもそれから、あとは、つまんなくなりますよ。もう、不思議なこと全部なくなっちゃうわけだから。なくなっちゃうわけ。うん。みんな、その宇宙人の、仕業だということになればね。なればね。ええ、でも宇宙人の方も、宇宙人にしてもいろんな不思議なことあるわけでしょ？地球見てて。あいつらバカだね。っていうのは。不思議じゃなくてバカだねってのは、ね、バカだねですかね。うん。なんで、あいつら寝ないで放送やってんだろうとかさ。そうそう。バカだねとか言いますね。だからもっとさ、皮肉な言い方すればさ、うん、そのね、例えば、ドル安、円高とか、なんかやってるけども、ね。そうで、輸出の、パーセンテージの問題でいろいろやってるけど、いや、もうそういう時代じゃないんだよと、ね。いうふうには見てるだろうね。そうでしょうね。その、経済ぐらいはもう、共通でしょうからね。国々でこんな小さな地球の中でね、分かれて、利害特質やってるとこないでしょうね。宇宙は。それが分かればね、実は。あの方は、そう聞いたって分かるわけだ。分かるわけだ。いや、宇宙人じゃありませんよ。思っちゃうんですよ、僕だって。南山さんに聞きゃ何でも分かっちゃうなと思ってね、つい聞いちゃいますよね。どっかから来てくれたんだろうと思っちゃうわけだけどね。そういう物質的なね、問題に、からもう、超越しちゃってる。うん。宇宙人もいるとは思いますがね。それでね、きっとそういうね、日常のことはね、もううんざりしてるから、うん、こういう地球なんて見に行くんですよ。うん。いや、だけどね、こういう考え方もできるわけだよ。つまり宇宙の中にはね、うん、地球っていうのはつまり最低線だっていう発想でもって、行く人もいるけども、うん。あ、もっと低いっていうのも。もっと低いっていうのもあるかもしれない。わかった。UFO は、あれ、JAL パックみたいなもんですよ。ね。そう。ツアーでね。ツアーでみんな見に来てね。うん。だからまあ、それはいろんなその、我々ギャングとしてね、いろんなことは、こう発想するわけなんだけども、でも、現に、これだけのものが、まあ、南谷さんのところに資料としていつも来てね、で、月に一回なんだけども、何やらそういう、まあ、いわば事件っていうか、起こってるわけですよ。なんかこの解決っていうか、なんか証を見せてくれないとね、困っちゃうんだよ。何なんだっていうのがね。南山さんやっぱりね。もうそれは僕が特に痛切に感じて、何なんだって本当ね、知りたいですよ。じれたくて死にたくなるぐらい知りたいですよ。訳を。もっとこう、ついつまの合う説明をね、つけたい。そう。知りたいですね。もう皆さん以上に。だからね、つまり現象そのものが、その、何かと結びつかないんですね、いつもね。そうですね。そうでしょう。うん。で、結びつかなくて、で、つまり、原因はどうも UFO だということだけでしょ。で、今我々話してるだけだけど、UFO の姿形だって随分違うだろうし、いろんな体質があるんだろうし、っていうふうに思うとね、これまた解決も何もつきゃしない。わかった。UFO のね、ノイローゼ作戦って言うんじゃないですかね。あら、それで地球人をイライラさせてさ。でもね、こう考えた方がいいんでしょうね。そのイライラするね、悩む、考える、それがやっぱり大事なんじゃないですか。やっぱり教えられて、初めから何も考えないで与えられるんだったら、まあ、はっきり言って生きてる価値がないということかもしれませんね、我々。自分で勉強して。自分で、もう、血みどろになってね、悩み、もう、泥まみれになってね、起き上がったり、またひっくり返ったり、そうやって努力して山を這い登っていくようなね、ことをやらなければ、我々は生きて、ちょっと難しい話になっちゃうけれどもね、生きてる意味がないという、それを、やっぱり、教えてくれてるんじゃないかっていう。強いて言えばね。うん、もっと我々より気高いあれが存在があるとすればね。これは受験の人のためにも教訓ですね、UFO は。うん、ね、うん。今日はいいこと聞いたな。だからね、今のね、僕ら割とさ、現象的な面でさ、UFO ってものを捉えてさ、で、その見聞きしたことやなんか、つまり記事やなんかによって、情報によってさ、UFO っていうものをさ、なんか一つこう、SF 的なね、うんジャンルで持って捉えてるでしょ？なんとなく。まあ、そうね、受け取る側はね、似たような感覚、ね。要するに、実際に起こってる SF 的な出来事。うん、そう。だからやっぱりね、要するに、ある意味で、
フィクション的な一つの部分として捉えてるけども、うん、実は遊びのような、ね、そう捉え方。そうじゃない。実はその、宮原さん今言ったんだけど、我々より数段、気高い人っていうことになるとね、うん、そうすると、もしかしたらその、UFO とか、それからそういった類の現象そのものはね、やっぱり我々からすると、一つ神というものとの、つまり、なんか結びつきっていうか、神に対する何かっていうか、そういうことにもなるのかもしれないっていう、そんな気もしますね。そうですね。ねえ。だから、まあ、これは今度、歴史的ないろんなその遺跡とか、あるいは遺物とか、いろんなものをやっていくと、つまり、ある、こう、祀られた部分っていうか、そういうものでもっていろんなものが残ってますよね。そこの祀られるってことはやっぱり一つ、南谷さんが今言うように、つまり、数段気高いものに対する、それはもう神でしょうね、言ってみればね。うん、そういうものに対する、つまり、祭り事であったわけですよね、うん。で、そういうものがずっと残ってるとすれば、これは永遠、実は、我々は年笠食ってやってきてるんだけども、この大宇宙の中でのその神みたいなものに対する考え方っていうのは、うん、案外変わらないであって、うん、それが非常にこの、なんていうかな、こう、刑事上的に考えていくのか、うん、あるいは非常にそれをこう、具体化していく方に行っているのか、というと今は、その我々科学をもってするから、うん、つまり具体的な方に ね、進行しようとしているということなんでしょうね。やっぱりこれ神だよ。そうかな。だから君はね、クリスチャンだとかなんとかって言ってるのとちょっと違うんじゃないかな。そうかな。うん。ちょっと早まっちゃって間違えちゃったかな。でもこれ来週じゃない、来月また何が出てくるか。何が出てくるか。まあ、わかりませんからね。これは本当に何が起こるかわからない、また面白い話がね。そうですね。いろいろ。何にも起こんなかったらどうします？いや、別にだって、この一月の間にね、起こるとは限りませんから、過去に。例えば今お話出た遺跡の話だってね、まだまだいろいろお話しなきゃなんない、お話したいこともあるしね。そうですね。世の中には、もう不思議なことは種が尽きないですよ。大丈夫。僕も聞きたいこといっぱいあるんですよ。僕も。で、南山さんもしかしたらね、実はね、私 UFO 見ないとかなんとか言ってるけどね。いや、本当に見ないんですね。もしかするとね、あれなんだよ。手先なんだよ。自分でコツコツ作ってたりしてる。南山さんとこのね、あれだよ、うち行ってね。畳剥がして下へ行くとね、ポッと穴が開いてんだよ。ここへ来るの全然見たことないんですよ、僕もない。なんかタクシーで来てんだから、なんかよくわからないんですけどね。それで、どっかそこら辺にちっちゃい一人用 UFO からが駐車してあってね、空中にホバリングしてて。嫌ですね、確かに。また来月ね、どんな話題を持ってきてくれますか。楽しみにしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、そういうわけでね、いろいろやっておりましたけれども、ここで現実に帰りまして、伝言なんかを少し行きたいと、こういうふうに思います。群馬県にお住まいの森陽子さんです。はい。18歳です。今日は風邪をひいて学校休んじゃったんで早く寝ようと思ったんです。うん。But、私の大好きな森さんが出てるのを聞いたら眠られなくなっちゃいました。わー、どうしよう、なんて書いて。ね。一週間後に迫ってます。期末の勉強をしますけれども、悪いんですけども、風邪が治るように一つ熱血をやってください。はい、ね。こういうふうに言っておりますんでね。はい。じゃあ、勝地くんの声でね、熱血をいきたいと思いますね。はい。では、慣れないけどやってみましょう。こちらで。そうですね。はい、では、いきます。熱血！素晴らしく、決まりました。さて、今度は何かな？ここね。うん。武井真紀子さん、はい、15歳の方、富士山におさん、はい、広川さん、左目が痛んで霞んで何も見えないんですが、あらやだ、今月は受験なのにどうしたらいいんでしょうかね、なんかいい方法があったら伝言お願いしますって、これ本当なのかね。おい、でもお医者さんに行かないとね、いい方法って言ってもどうしてそんなになったか分かんないし、ギャグだったらいくらでもいいんだけどね、うんうん、ギャグだって書いてくれればいいんだけど、そうじゃないのをね、うん、ギャグで答えちゃうとちょっとやばいんでね。よくないね。でもこれはやっぱり確かにお医者さん行くしかないしさ。早く治さないとね。目なんかの場合はやっぱりこう、つまり疲労が重なったりとか、あるいはその栄養の問題とか、いろいろね、いうようなことがあるそうですからね。気をつけないと。まこちゃん、とにかくこれはお医者行こうよ。ね。石焼き芋を食べた後の、んの匂い消しはいらんかねー。石焼き芋を食べた後の、んの匂いを消す。この薬はいらんかねー。
うちは手に入れない。いっぺんやったやつはね、この早回しでもってね、ごまかそうって。でもどうしてオリジナルをもっともっと作んないの？石焼き芋っていうのが分かったんだけど。いくらだったらあるじゃないの。ねえ。ねえ。ね。はい。今日冬かね、夜だなぁ。はい。ヤクルトタイムです。冬かな、ちょっと。あれえ、今日は発酵乳のプレーンね、美味しさをそのまま活かしたジュアプレーンです。真っ白なドリンクタイプのヨーグルトをおしゃれな容器に閉じ込めてみました。生きた乳酸菌の他に牛乳から取った良質のタンパク質や日本人に不足がちなカルシウムも入って栄養のバランスがとってもいいんですね。え、2月に入って慌てて受験勉強を始めた人にとってはまさにぴったりの夜食だと思います。でも広川さんね、うん、あの勉強もジュアも毎日飲み続けることが大切なのですね。そう、これはねやっぱりね、うん、蓄積ですよ。はい、うん、一晩でだいたいいきなり頭が良くなったりね、栄養がついたりはするもんではありませんね、うん、例えばあの節分の豆まきみたいに年の数だけジュアを飲むっていうのも大変でしょ、うん、広川さんなんて飲めないもんね。何が？年の数ほどジュアプレイ。僕は簡単ですよ。本当に？今年だってあれですもん、成人式があってね、まだ、ついこの間みたいな気がしてますからね。うん、出したことないですよ。じゃあ、年の数も飲める？飲めますよ。あ、うん、まあ、とにかく日頃の積み重ねが大切なわけですね。さっき言ったじゃないですか、もう。もう一回強めてみたいな。うん、今更慌てても仕方がないので、普段の行いをしっかりしてください。仕事がないですか？仕方が、ちょっとロレってるの。ね。風邪大丈夫？大丈夫。注意してね。はい。ジョーを飲んで受験生の皆さん頑張ってくださいね。はい。受験生の人に限定しなくたっていいじゃん。皆さん頑張ってください。そうよ。こう、はい、みんな頑張ってもらわなきゃ、うん、日本は良くならないんだから。はい。ね、日本国を良くするのはね、この番組聞いてる人たちだけ。それで、何ですか？今日はジョープレイン。あ、ジョープレイン。はい。ジョープレイン、これはね、うん。ジョープレーンはね、うん、今日はどうしてストローがないのかな？ストローちょっと忘れてきちゃったの。いかに行っちゃう、はい、うん。おいしいな。おいしいでしょ？いつに浸ってからに。うん、すいませんね、売り声、あの、ね、うん。一度やったもので。うん、そうだよ。いや、手を抜くとかね。そういうのもありますけどね。なんだ。いや、あの、要するに、放送開始前に撮らなきゃならないんですよ、売り声を、うん。その時に、皆さんがですね、うん、スタッフ、他の人が協力惜しんでいる。この頃。売り声やってくれ。やるの？俺また恥かくのやだな。すぐこれですよ。チューチューみたい、その言い方は。それもまず原因の一つ、うんうん。それからもう一つは、懐かしのあの、バカな声がもう一度聞きたい。そういう希望に。俺も思ってないよ。あ、思ってない。身内だけで思ってたりして。よし、来週は素晴らしいもの出てきますから。はい、期待しよう。はい。はい。そういうことでですね、そんなつまんない言い訳のためにですね、はい、これだけ時間を潰す番組珍しいんじゃないかっていう、そんな気がしますけどね。はい。お次どうぞ。石焼き芋食べた後の、の匂いを消す。この薬はいらんかね。空を飛ぶ鳥のように自由でありたい。そんな気持ちを持ったあなたにヤクルトオレンジジュースを送ります。 100% 果汁のヤクルトオレンジジュース、きっとあなたに新しい世界を開いてくれるでしょう。ショートショートコーナー。こんばんは、おおきに。こんばんは、ショートショートコーナーのお時間になります。今日はちょっと出過ぎちゃいませんかね、僕。うん、ちょっと出過ぎだね。ねえ、なんか疲れちゃって。帰る？もう。もう帰りたいんですよ。本当はね。広川さんは？うん、もう一回顔見たくない。広川さん今日車どうしたんですか？乗ってこないですよ。どうしたんですか？いや、あの、なんかね、しめしめっつってね、一、うん、時ちょっとぐらい前にね、うん、あ、広川さん来てない来てないっつってね、喜んできたの。あ、そう。うん、そしたらちゃんと声がしてた。あ、そう。クラッチ板がね、ちょっとなんか擦れちゃったの。あ、そうですか。うん、それで危ないからね。だってああいうの、
何ですか、オートマチックでクラッチパンツがあるんですか。ありますあれ、あの液体かなんか入ってでしょ、中に。うん、あの、油圧かなんか、ええ、あの、だけどね、あるんです。で、何枚も何枚も重ねてあるんです。なるべく減らないように。だけど、それがたまにね、あの、7万キロで行っちゃう場合もあるし、買い立てで行っちゃう場合もあるんです。あ、そうなんですか、うん。だからね、ちょっとね、バッグがね、あんまり、あの、初めね。入らないっていうか。入らないっていうか、まあ言ってみれば、クラッチで言うと、あんまり入んない感じな。滑っちゃう。滑っちゃう。で、もう、とね、踏み込んで、やっと出だすんですよ。ちょろちょろちょろって言うんですか。うん。これはやばいなと思ったんだよね。そしたらどうもそうらしいんだ。ああ、そうですか。うん、で、修理屋さんに。ああ。今日は自動車の話どう？ですね、あの、2週間ぐらいいなかった時に、なんか先週は5通ですって来たのが。今週どうだ？今週はもうすごいですよ。すごい。ええ。ああ、そうか、よかった。僕も長い間やってますけどね。よかったかった。5通しか来ないなんて、ね、聞いたことない。ああ、だけど、みちおちゃんね、これはね、今週君が帰ってくるから来たんじゃないんだよ、これ。そうかしら。先週ね、山崎が5通。泣いたって言いますね。泣いた、あのバカ泣き。いや、僕ね、こう書いてありますよね。うん。これはですね、うん、山崎さんへ、そうあまし落胆しないでください、うん。別にみんながあなたを嫌ってるわけではなく、うん、ショートには週によってバイオリズムが働いているようなのです。たとえ5作しか来なくても、うん、内容的充実があれば素晴らしいことではありませんか。そう。山崎っていうの僕と大体似てますね。似て、パターンがね。同じ。同じよ。だからうちの連中のね、パターンってのは決まってんの。そうですか。泣きかね、泣きか怒鳴りかね、笑いよ。そう。笑いでごまかす、うん。笑いでごまかすかね。あの、もうしょうがなくなってね、さっきの工藤みたいにね。あ、えとえと。いや、えとみたいに、ね。だけだか。何ですか、それはってこういうの。それからあと泣きたいな。いや、もう全然来ないんだもんなって、これ。うん、でも、もしか。その他に何がありますだって。いや、もっといろんなのありますよ。なんだ、褒め。もういや、もっと整然としてさ、うん、もっとこう何堂々と胸を張ってさ、これは困るんだと。ね。もう、これ、要するにさ、もっと何あの、なんか、説得力のある生き方ってあるのよ。みんなこう逃げのところでもってね。泣いて同情を得たり。泣いて同情を得たり。うん。哀れんだりしてね。で、怒るなんての一番ね、最低よ。だから、最悪ですね。あ、最悪だよ。考えてない。もうワンクッション考えればね、うん、きっとよかった。うん。そうですか。あんまり時間がないって言ってね、時間がなくてもったいないって言ってる人がいましてね。そうだろうね。僕でもね、本当にショートの時は、広川さんのご機嫌伺うためにね、雑談をまず、と思ってますよ。いや、君はだけど、好きでやってるんじゃないの？いや、僕はもうすごい辛いですよ、これが。あ、じゃあ来週からスッと行く？もうスッと行きたい。僕はほんとスッと行きたいですよ。こんばんは、東道夫です、うん。ショートのコーナーのお時間です。さあ、広川さん、これ読んでください。うん、それですよ、僕は。そう？え、ね、で、君の顔見てるとさ、僕は。車どうしましたとかね。うん。もうおべんちゃらですよ、僕は。耐えられない。いや、僕だってあれよ。いつもあれよ。君がなんか物をね、喋りたそうな顔してんのよ。じゃあお互いにすごい遠慮してんの。遠慮してんの。うわぁ、つらい。長い間やってて意思の疎通がね、ダメね。わかりました、うん。ちょっとこれはですね、うん、今日はあの、1月のですね、最終週なもんですから。コネチカットの雪だるま。お腹が空いたというですね、タイトルでいろいろ書いていただきました、うん。まずはですね、うちのあの、関咲子がですね、どっかに書いたんですけどね。ナッシュビルの白パイ。ちょっと見つかりませんから。何ですか？山本亮君、小説漫画人という方のお腹が空いたを一つ読んでください。コロラドの肥満宇治。広川さんでもさ、原稿が随分話して読みになりましたね。いや、そんなことないですよ。老眼でしょ。いや、そんなことないですよ。全然ないですよ。昔は近かったけど、最近これですよ。腕いっぱい伸ばして。嘘です。聞きなさいよ。山本良作、お腹が空いた。お腹を空かせた猫がネズミを捕まえ食べようとしました。するとネズミは弱々しい声で泣きました。お母さん。と、それを聞いた猫は、はっとしてネズミを離しました。猫には、父も母もいなかったのです。ネズミはその隙にどんどん逃げていってしまいました。猫は、次に草むらでバッタを捕まえました。しかし、また食べることはできませんでした。そのバッタは、卵を必死に産もうとしていたからです。猫は、とぼとぼと歩いていきました。猫は、公園の池の前で立ち止まりました。水を飲もうと思ったのです。けれど、いつになっても、けれども、いつも何気なく飲んでいる池の水の中に、目に見えないほど小さな小さな生き物がいるのを、目の良い猫は見逃しませんでした。猫は水を飲まずにそこを去りました。夜、猫は誰もいない裏通りのアスファルトの道を歩いておりました。
そして道に書かれてある子供の落書きなんでしょうか。魚の絵を見つけてしばらく見つめていた後、ペロッと舌の先で舐め、顔をしかめるとまたとぼとぼと闇の中を歩いていきました。なかなかね、うん、あの可愛らしいって言いますかね、うん、なんかあの市場があって、ね、そうですね、うん、ちょっとこれレイ十三君、さっきあのその、あの山崎さん、あんまり落胆しないで書いたのが、レイ十三君でしたけども、彼のちょっと新しい作品を読んでください。ごめんなさい。そうですね、今月の最後ですからね、はい、お腹が空いたというテーマでもってね、言っておりますが、今月のテーマです。お腹が空いた、レイ十三作です。吹雪の中、道に迷ってしまった母と子。ホラー穴を見つけ、寒さから逃れたものの、上だけはどうすることもできない。お腹が空いた、子供にせがまれる母親。彼女は自分の左足を切って息子に与えた。その次は右足、左手、肩の肉、その他すべてのものを子供に与え続けた。そして、ある日、救助隊は白骨のそばで奇跡的に生き延びている子供を発見した。子供は親戚のうちに引き取られることになった。子供は成長した。少年から青年になり、大人になった。そして結婚。相手は何でもファッションモデルでだとか。友人たちに送られて二人はハネムーンに出発した。そして初めての夜、恥じらいながら女はベッドで男を待つ。やがて来る男。彼女の耳元で静かに囁いた。お腹が空いた。怖いですね、気持ち悪いですね、これはね。やっぱりそういうあのカンニバリズムって言うんですけどね、うん、人を食べるっていうのがありまして、ね、なかなか嫌ですね。さてこれは岩沢くんですね、岩沢久義くんの、お腹が空いたを一つ読んでください。お腹が空いた、岩沢久義作。さあ今晩の献立は何にしようかしら。そうだわ、チキンライスなんてのもいいわね。そう、チキンライスに決めたわ。彼女はご飯の上に生卵をかけた。それをタイムマシン付き電子レンジに入れる。時間は8分。電子レンジの中ではその間にタイムマシン装置によって生卵がひよこに、ひよこが若鶏へと育っていく。そして特殊調理装置によって味付けも同時に行われるのだ。お母さん、お腹空いたよ。その時、彼女の息子が飛び込んできた。少し待ってなさい。早く、お腹空いたよ。待てないよ。しょうがないわね。まだ4分しか経ってないじゃないの。彼女はタイムマシン付き電子レンジからそれを取り出した。わあ、今晩は親子丼だね。おかしいね。おかしいですね。うん、ですね。これはですね、ちょっと名前が。坪井哲平くんですね、うん、の、お腹が空いたをお願いします。はい、坪井哲平作、お腹が空いた。昔々、相模の国に腹減りじじいという妖怪が住んでおっての、民家に現れてはお腹が空いた、お腹が空いたと訴えるのじゃ。村人は仕方なしに米で握り飯を作って食わせていたんだが、食っても食ってもお腹が空いたを繰り返すのじゃ。困り果てた村人が西の国の偉い坊様に助けを求めたところ、心よく引き受けてくだすったとな。そして腹減りじじいはもう二度とお腹が空いたとは言わなくなったんじゃ。どうやったって、じじいの下に栓をしたんじゃと。なるほどね。うん、さてですね、これが広川未明君のお腹が空いたです。はい、広川未明作、お腹が空いた。まだ腹がいっぱいにならない。俺はこう言ってからの、こう言ってからの、俺はこう言って、殻のついたか。俺はこう言って殻のついたままの卵と、キュウリとチーズとアイスクリームとマヨネーズとバターと生の肉とジュースを腹に収めた。だがまだ腹が膨れない。これは少し変だと自分でも思った。病院へ行ってみるか。そして俺はその途中でも納豆とビールとレタスとレモンを買って歩きながら食べ続けていた。そして病院に行き、いろいろな科の医者を回り、最後に見てもらった精神科の医者に俺のこの症状を聞いて、少し首をひねりながらこう言った。自分が大型冷蔵庫だとの妄想にいつからなったんですか。面白いですね。面白いですね。これはですね、うちんちに、今のコマーシャリズムも皮肉ってるよね。そうですね。大型冷蔵庫がいいっていうね、うんうん、ありまして。これはあの、うちんちで、電話やってるのかな、最近よくわかんないんですけどね。うん、富永くんっていうやつが書きましたね。うん、
おそう、ね。うちのやつ。スターウルフとか言うんですよ、あいつ名前が。そうですね、生意気にも。生意気に。ええー、ほら、スターウルフ。スターウルフって顔じゃないね、あれはね。塩神ですからね。さて、行きましょうか。これはこれでいいんですか？え、こっからでいいんですか？こっからです。こっからここまでです。はいはい。スターウルフ作、お腹が空いた。1990年、南米の某所で人類にとって今世紀最大の発見と言われた古代遺跡が発掘された。この遺跡からは透明になれる薬の調合法らしいものが書かれたプレートが発見されたのである。数ヶ月後、このプレートが考古学者によって解読された。間違いなく透明になれる薬の調合法だと判明すると、それは世界最高の科学者 F.G. ベル博士に渡された。よーし、もうすぐ完成だ。ベル博士は最後の調合に取り掛かった。すでに動物実験では成功している。成功の項が違ってるけどね。すべての動物は、すべて透明と化した。あとは人間が透明となるのに、十分な量を作れば計画は成功なのである。薬は完成した。博士はゆっくりとその薬を飲み干した。喉を一種異様な感が降りていき、胸がムカついた。ああ、お腹が空いた。博士の実験は確かに成功した。しかし。これはね、漢字を見ないとわかんないですね。漢字を見ない。お腹が空いたのが、つまり透明の、ね。透明の透っていう字か、ね。透という字ね。お腹が透けてちゃったっていうね。それで、ですからこれはまあ、こう、聞いてあれじゃなくて、まあ、読む方のあれですけども。うん、そうですね。まあ、この回だったら僕、もうちょっと短くなった方が、僕、密度が濃くなっていいんじゃないかなっていう気はしますね。うん、それから、あとね、これも面白いんだけども、これもやっぱしうちんちの、関崎子ですか？絵が描きましたやつ、ね、うん。今日うちの連中が頑張ってますね。うちの連中も頑張ってるんですよ。はい。お腹が空いた。読み人知らず関幸子作。幸子ですよ。あ、幸子だね。神社といってもいろいろあるが、江戸の庶民の生活にしっかりと根を下ろしていた神社も少なくない。その神社の境内には特に梅が多かった。もういくらか経てば梅も見頃となるだろうが、正月も過ぎてようよう経った今、境内は自然閑散としている。しかしどんなに寒い朝もうっすらと雪化粧した朝も、その娘が来ない朝はなかった。お百度参りなのだろう。娘は夜明け近くにやってきて何か一心に祈っている。質素だがいい身なりをしている。見たところ大棚の娘というところ。この界隈では見かけぬ顔だが、娘は川向こうに住んでいた。年は18、番茶も出花。青ざめた痩せれた顔と熊取りの目元は道ならぬ恋の印であろう。東道之助。寺社奉行、署に勤めるその男。その男こそ、その娘のお腹が空いた男だった。時は元禄、花に風、空いた惚れたは人の常。なかなかね、うん、タイトルをひねタイトルがひねよくありますけどね。うん、でもなんか粋な感じで、ね。粋ですね。なかなかね、うん、若い子供にしては、子供にしてはあるんですかね。うん、なかなか洒落た作品。スイタがね、スイタ男にしたのね。そうそうそう。ですね、大体そんなとこですね、まだまだ本当にいっぱいほら、まだあるんですよ、ほら。ああ、すごいね。今日はね、うん、5通なんてことありません。うん、だからそれはだから山崎のせいなんだよ。そうでしょ、山崎はないと。僕が今週来るっての分かってたからね。いや、それは言わなかった。そうかしら。うん。だから、山崎に言ったの。今週来たらね、うん、それは、道夫のせいじゃなくて、山崎のせいなんだから、喜べよ。泣いたから。うん、泣いたから。だから、山崎は今、北総園でますよ。そんなことありませんよ。これ、あれじゃないですか？聞こえてますか、こっちで。これ、もう、先週じゃなくて、先々週ぐらいから、どーっと半分以上来てたんですよ。そうです。だから、これだけ来たわけじゃない。いや、そうじゃなくてね、いかに僕がその積み重ねをね、大事にしてきた。そうですよ。はあ、ははあ。ご通でね。今週別に新しく来ましたか、なんつ。僕だってご通で来たい、ね、一度でも味わってた。3通ぐらい来ましたか、今日。もう、あなた何言ってますか、これ今週来たのこんだけですよ。先週来たのこんだけ。だからさ、放送の中でさ、そうやってなんかなじり合ったなんかするの君たちは。そういうわけで、今日のショートショートコーナー。君はあれだろ、もともとなんか話をしたくないって言ってた割には、割とそういう話をまた最後にしたいなんかしてる。いや、僕は9通だけじゃないですよ。だから山崎もうるさいよ、少し。で君はすぐそうやって、自分に終わりなんだよ、考え方が。先々週20何通来ましたよ。え？それはね、僕が来ると思って来てたんだ。いや、だからさ、君だって独断な、無断的なんだよ、そういうさ、もの。だから自分がとかさ。で、山崎は出たら5通も当たり前ですよ。いや、だからさ、君はそういう比較論でさ。僕はね、日本に手紙書こうかと思ったんですよ。
あ、そう。山崎がいるんじゃね。うん。もうやめた。君はだけど、どうしてそういうふうにさ、なんか自分本位なの？いや、山崎は引っ越したんですよ。じゃあ、山崎じゃない君だよ。じゃあ、上井さん。だから、どうして君は上井さんなんかに引っ越しちゃったんだよ。本当によくないですか？君が上井さんに。そうだろう？そうだろう？年上のね、うん、女と同棲してるっていうか、驚いたらお母親だった。そうだよ。上井さんに住んだのはいけない、君は。下井さんじゃないか、いけない、君の場合は。どうしていや、上井さんって顔じゃないもの。いや、それでね、うん、初め世田谷の上野毛に行くったの。うん、やめなさい、下野毛の絵ってね。ずいぶん言ったら下野毛に行けって、うん。君はだからそういうつまんないこと言ってさ、笑ってもらおうっていうコンサートがあるの。いやいや、もう僕帰りたいです。君はどうしたんだよ。いや、本当に、コロラドの雪頭が。関さん、助けて。早く、関さん。しかし、こうなんか、感情的に終わりたくないんだよな、このコーナーをな。今日はどうもありがとうございました。ごちそうさまでした。あなたの爽やかさをジョアが作り出す。毎日飲んでるとジョワジョワっと楽しくなる。本当だってば、ねえってば、飲んでよってば、ジョワったらねったらジョワったらたらもうそろそろギターを新しく買い替えたいと思っている君、平和ゴンギターを一度手に取ってみてください。二代目のギターとして実力と真心を込めて作り上げたのがフリマ楽器の平和ゴンギターです。荒野を駆ける馬のように豪快で爽やかなギター、馬のマークの平和ゴンギター、新発売。闇鍋グツグツまたグツグツ。はい、はい、闇なめぐずぐず。その前にね、はい、先ほど目がね、ちょっと。霞んで見えないって言ってた。まきこちゃん、この人からですね、うん、この人に対してですね、はい、こういう伝言がありました。サゾリオン帝国の王女、ミチル姫という人からね、はい、来ましたけども、まきこちゃん、聞いててくれますか？ね、放酸を約 2% の、水溶液にして、綺麗なガーゼで目を洗うと。はい、約3グラムの放酸を、ふかし冷ましのお湯ですね。うん、ふかし冷ましのお湯。ふかし冷まし。湯冷まし。湯冷ましのことかね。うん、だけど、お湯 150cc、そうか。うん、一遍だから、熱湯を、煮沸して、で、それから冷ました。それから冷ましたお湯ですね。うん、これ 150cc をですね、牛乳瓶約8分目強によく溶かすと、うん、できるんだそうです。はい、約3グラムの放酸をですね、その、ふかし冷ましのお湯 150cc、これは約牛乳瓶の8分目強に溶かすと、これができますと、うん、いうことですね。うん、で、冷たいのには溶けないので、うん、温かいいいことが必要ですと、うん、そんなことでですね、はい、わざわざですね、うん、こういうことでもって知らせてきて、ね、はい、どうもありがとう。はい、まあでもまあ何はともあれね、そう、良くない状態だったらお医者さんに行こうよ、ね、うん、さて、そんなことで闇鍋グツグツはですね、はい、今日は、先ほど申し上げましたけれども、はい、もう人は決まりました。あ、そうですか。闇鍋グツグツ、しりとり大歌合戦と。はい。いうことですけどね。で、先週に引き続いてなんだけど、今週なんかちょっと整理したっていうところをちょっと聞かして、どういうふうに整理したんだか聞かせてください。ですね、今週の整理点としてはですね、はい、ちょっと先週はジャズ風とかですね、うん、すごく難しかったんで、はい、今回は、割と自由に、自由にっていうんじゃないな、わかりやすく、やりやすい、ものを選んでみました。あ、そうですか。はい。それで、今回からはですね、江藤くんがですね、うん、例えば、誰かさんが、マーチ風にと決まった場合、ジャンチャカチャカジャン、ツッチャカジャン、チャカチャン、チャカチャカジャン、ジャン。このようにですね、森さん変な目で見ないでください。バカ丸出しで何でもやりますんで、パーカッションを、そうです。リズムボックスの代わりでございます。これを大いに活用 していただきたいと思います。じゃあ、物のように下手くそだったら叩いてみてもいいわけですね。ですからですね、僕が例えば、やる人だとしますね。はい。で、いろいろありますけども、うん、何ですか？いろいろありますが、はい、例えば
何々風ってしようかな。ちょっと難しいのがいいね。難しいのがいいね。例えば。じゃあね。ワルツなんて言うとちょっと難しいです。でですね、その時に、やっていただく方は、テンポをしてください。指定してください。どのぐらいでやるか。早めとか。じゃあ、江藤さん、リズムボックスの係の江藤さんね。江藤さんお願いしますと。はい、ワルツ、私ワルツなんですけども、だいたいこのぐらいの速さで、ズンチャッチャ、ズンチャッチャ。そうやると、これが一生懸命やりますんで。それでそれに合わせて。ドレミッチャン、ミミダレ、メワヤン。とかそういう感じだ。わかった。うん。もっと、まあ、そのうちですね、うん、もっと早い方がいいと思ったらですね、途中でも構いませんから、ズンチャッチャ、ズンチャッチャ、このぐらいでやってくださいって言えばやりますから。はい。それでこれ、ABCDFGHIJK ずっと、ずっとありますけど、これどういう意味ですか、はい、これはですね、何々風に何々のことを歌っていただく。これは先週決まった通りなんですけども、うん、はい。先週は一度やっちゃったらもう、それは歌謡曲風 やるとしたらば、うん、それはもうやっちゃったら後から出てきませんでした。うん、今回は番号とかを重複させておきましてですね、はい、前に歌謡曲風が出たからといって、うん、もう後ないだろうと思ってたら、まだあると。そういうことはね、まだ、そういうのが出てくる可能性があります。なるほどね。はい。はい。わかりました。ということでですね。はい。まあ、なんとなくわかんない方はですね、うん、おそらくわかった方がね、出場してくると思いますんでね。はい。ぜひ一つ聞いて、この次の時には参加してもらいましょうね。はい。はい。それで一つだけ言い忘れましたが、はい。考える時間5秒は変わりません。はい。ただ、歌う時間が10秒から15秒になりました。はい。はい。はい。以上です。わかりました。それでは、まずですね、うん。この方でいいんですか？この組み合わせの方でいいんですか？はい。はい。はい。この番号は何ですか？これ関係ないんですか？なんか関係ないみたいな、ね。あ、そうですか。はい。はい、それではですね、海老名市にお住まいの毛利直弘くん。直弘くん？はい。おはようございます。おはようございます。おはようさん。寒いですか？寒いです。寒いですか？いながら。今、どういう状態でいるの？ね。うん。今、セーター、分厚いセーターの上に分厚いね、コート着て、うん、パジャマのズボン履いて。何何？パジャマのズボン履いて、うん、電話のとこにいる。あ、そう。うん、なんか日の気はないの、そこは。隣の部屋にストーブがあるんだけど、ラジオがあるから、あ、そっか。電話持っていけない。なるほどね。はい、頑張っていきましょうね。引かないようにね。それから、アンデユウコさんでいいんですか？ゆうこさん、はい、もしもし。あ、どうも。おはようございます。アンデゆうこさんでいいんですか？はい、そうです。アンデそういうことこれは何ですか？アンデっていうのは。はい。アンデっていうのは。苗字ですけど。苗字。はい。どんな字書くのかな？安いっていう字。安いっていう字に出る。で、部屋の、部活動とかの部って言ってきます。ん？ん？なんか聞こえないな。部活動の時のとかの部。あ、部活動。部活動の。アンベさん。アンベさん。そうです。アンベさん。あ、アンデって言ったんでね。はい、なんか、アンデス山脈の人かなと思ったんです。アンベさんね。ええ。そういう風にね。アンベじゃないとアンデ悪いですよ。今面白かったですか？良いですか？アンベさん、はい、ちょっと、ラジオがですね、ハウリング起こしてるようなんですけど、そばで、ラジオつけておりませんか？つけてます。あ、そうですか。じゃあ、大丈夫です。はい。はい。じゃあどうも。それじゃあね、安部ゆう子さんとね、それから、毛利直弘。様子はわかりますか？お二人とも。形はわかりますね。ちょっと、難しそうです。難しそうだけど、大体わかりますね。直弘くんはわかりますね。なんか、不安そうな声だな。大丈夫か？この間聞かなかったからね。うん。で、いきなり言われてびっくりした。びっくりした？あ、びっくりした？あ、そうか。だからね、例えばね、A から Z までいろいろあります。それはですね、どういうものをテーマにして歌ってくださいというね、そういう指定のものがありまして。それから、E からですね、ヨタルソスネナラムウイのぐらいまであるんですか？イロハニホメト。イロハニホメト。チリヌルオワカ、ヨタル。ヨまで。そまでありませんでしたか？はい、ありますね。そこまでありますんで、その中からどれ選んでもいいんですね。で、それは、さっきも言ったようにですね、ワルツとかですね、うん、民謡とか、いろいろな指定があります、はい、そういうことでもって、やっていくということです。いいですか？難しそうだ
ょ。難しそうでしょ、割とね。大丈夫、大丈夫。大丈夫。アンペさん、はい、大丈夫かな。難しそうですね。それじゃあ、早速、じゃんけんからいきます。はい。二人でじゃんけんしてください。はい、声出してね。じゃんけん。パー。はい。パーのね、もう、なおひろくんの口ね。はい。だから、なんか言い方が、ゆうこちゃんからいくんだね。はい。はい、ゆうこちゃん。はい。それではね、まず、ゆうこちゃんはですね、何を選んでもらいましょうかね。まずね、どういうようなテーマで何をやるかっていうんでね。まず、A からですね、Z までありますけど、どれ選びますか？テーマ。え？何でも。え？ B。B。はい。B ですね。はい。B。そして、何々風にという曲調ですね。これは、いろはにほへとちりぬのわかよたれそそそまでありますけど、どれ選びますか？よ。よ。わかりました。それでは申し上げます。はい、ゆうこちゃんはですね、はい、失恋をテーマに、同曲で言っていただきたい。大変だ、これは。よろしくお願いしますか？はい。そして、なおひろくんですね。なおひろくん。はい。はい。なおひろくん、今度選んでください。じゃあ、A のあでいきます。A のあ。A のあですか？あなんてあったかな？いからそまで。いから、そっか。うん。じゃあ、いですか？A のいですね、うん。そうするとですね。はい。恋心をですね。恋心、うん、恋心をですね、一つお経でお願いします。そういうことになっております。お経なんて、先週なかったもんね。新発売ですね。お経でやるんですか？そうですよ。いいですか？はい。はい。それではですね、一つ、ゆうこちゃん。ゆうこちゃんから行きましょうかね。何でしたっけ？浪曲です。浪曲でもって、浪曲なら失恋をテーマに、はい、浪曲。三味線でも鳴らしたいですか？はい。ベベンベン、ベン。それでは行きますか。はい。ベベンベンベン、ベン。何ですか？はい、やんですよ。ベベン。あなたの、ベンベンベン、あなたはもう私を捨ててどこへ行ってしまうの？ベベンベンのでいきます。の、はい、直弘くん、お恐怖恋心、はい、のから始めて歌ってください。どうですか？はいはい、始まっております、BGM が。乃木坂を、あなたを思って歩きます。雨が降る。はい、はい。あ、ふでいきます。べんべん。はい、ゆうこちゃん、浪曲風失恋のことをふでいってみましょう。はい。べんべんべん。降りてる雨の中を、あなたは私を捨てないで。ベベンベン、もうちょっと。今も私は、はい、和でいきます。和ですか？はい、いいですか？はい、どうぞ。私の心がまだわからないの、雨の横浜。まだですか？もうちょっと。あ、まだあるんですか？もうちょっと。あ、はい。山下公園。はい、公園の絵でいきます。はい、ゆうこちゃん絵です。べん。べべん。縁は否ものだと言うけれど、あなたと会ったあの日のことは今でも忘れません。もうちょっと。ベンベン、いつでもいつまでも。はい、もでいきます。もですか？はい、どうぞ。元町あたりを二人で歩いて、桜屋でコーヒーを飲む。はい、
コーヒーの火でいきます。はい。昼下がりにあなたは言った、私のことを好きだと。だけどあなたは私のこと今捨てていくのね。どうして？はい、手でいきます。はい、毛利くん手です。ご苦労さんね。大変だった？参ったな。ゆうこちゃん。はい。ゆうこちゃん、浪曲に全然なってなかったな。すいません、難しくて。いやいや、住まないとか住むとかっていうことは関係ないけども、浪曲に全然なんないってのも面白いね。で、誰も咎め立てしないでずっとやっちゃったって。ええ。で、これはね、はい、やっぱりあの雰囲気から言うとね、直弘、ね、君のね、やっぱり、が、うん、やっぱり、あの、そういう意味では遥かにね、勝っていたって、そんな感じはしますね。うん、ゆうこちゃん、はい、依存がありますかな？はい、あります。ありますか？ですか。じゃあね、はい、まあ、そんなことでゆうこちゃんはね、はい、ここで、一応その敗退ということになりますけどね、はい、直弘君に、あの、まだありますんでね、あの、励ましてやってください。これから頑張ってください。頑張ります、優勝するまで。はい。それじゃあね、はい、直弘くんは、はい、いっぺん電話切ってもらうのかな。はい、そうです。そうですね。直弘くん、またこっちからかけ直しますから、はい、後の対戦がありますからね、はい、頑張って。ゆうこちゃんもどうもありがとうね。どうも。どうもありがとう。はい、どうも失礼します。はい。はい。直弘くん、また後で出てもらいますが、そうですね。次はですね、はい、今日はちょうど森さんが来ておりますので、森さんとリガちゃんで、うん、うちの、うん、スタッフの方の、対戦を決めましょう。あ、そうか。またリカがやるの？え？あ、そうか。この間やったの。この間やったの。この間優勝したんだよ。あ、そう、うん。アメリカ帰り今日は、で、でっかりだからアメリカ帰り出しちゃえ。うん。もうアメリカ帰りです、ね。もうめちゃくちゃに出しちゃえ。それとも広川さんやってみたんですか？先週やったじゃん、僕。やったけど、なんか広川さん割とね、うん、面白いの見てて。あ、見てて。見てて面白い。見てて面白いのはさ、だって、困るじゃないですか。あ、東さん来ました。うん、あ、もうちゃんと自分から。はい。いや、なんだかよくわかんない。いや。はい。そういうことでですね、はい、うちの方のスタッフの方ではですね、東道夫と、それから。でも、リカは昨日、先週やって遊びに来ました。森克二とですね、行きたいと思いますね。やるの？寝てるんだ。やるんです。何なんですか。さあ、大変だ。はい。次はですね、じゃんけんしてください。じゃんけんしてください。じゃんけん、チョキ。あいこで。パー。はい、森くんの負けね。はい、じゃあ森くんはね、はい、まず ABC の方、アルファベット何を選びますか？C の、C の、は。C の、はですか？はい。C の、はね。はい、わかりました。それでは、森くんの場合はね、今のうちに言っといただきます。はい、大自然をテーマにして、軍歌でもって歌ってください。いやー、まいったまいった。はい。それじゃあ、三田さん。いくつもあるんですか？ A は。A、アルファベットは Z まであります。あ、そうですか。はい、じゃあ、東だから H。H。はい。H で。まだあるんですか？曲調は何？イロハを。あ、イロハいくつまであるんですか？イロハは。イからソ。ソまで。早く決めてください。じゃあ、ト。トですか？はい。はい、とですね。はい、わかりました。そしたら、みちおちゃんはですね、宴会をテーマに、童謡で一つお願いします。ありがとう。そういうことで、負けたのはどっちだした？あ、勝つ理由だったね。テンポ決めってないんですか？え？テンポを決めない。そうですね。じゃあ、軍歌って知らないから、かなり、任せるから。童謡得意ですか？いや、いいんだよ。トレードは交換してるわ。はい、そういうことでもって一つ、はい、じゃあ手拍子なんか手伝ってくださいね。手拍子なんかでね、はい、では、森さんからいきましょう。はい、何でしたっけ？大自然、大自然をテーマに軍歌で、軍歌調で一つ。天気なんかも入りますよね。あ、そうです、天気ですとかね。はい、行ってみましょう。じゃん、じゃだだじゃん、じゃだだじゃん、じゃだだじゃん、じゃん。
冬は寒い、どうして寒い、こんなに寒きゃ神経痛がチクチク痛くってやりきれない。まだまだ、もうちょっと、どうしようかな。はい、なでいきます。童謡風宴会、なで、あのリズムですか。いや、いや、どのぐらいいいんですか。はい、はい、リズムなしでいきます。はい、わかりました。なですか。はい、はい、なです。涙がこう、あ、おかしいな。童謡風ですか。童謡風。チャラララランチャン。涙が今日も溢れてくるよ。昨日の二日酔いのことを思えば、こんな苦しい毎日で、明日もまたまた飲まなきゃならぬ。はい、ぬでいきます。じゃんじゃじゃん、じゃかじゃじゃん、ちょこちょちょん。お、ぬーと言われても、ちょっとばかり難しくってわからない。あ、そういえば、今朝方、雨戸を開けてみたらば、雪がたくさん積もってた。はい、かでいきます。タニシのお身をつけなと、飲みたくて、冷やでいっぱい飲もうかな。今日もみんなで集まると。はい、そうです。じゃん、じゃかじゃじゃん。トンボ、トンボ、目ん玉でっかくてね、トンボ。あんたはどうして空飛ぶの？空飛ぶときは羽がある。はい、難しいですよ。ルです。留守番をしていたら、友達から電話で飲みに行こうと誘われて困った。今日もまた飲むと。はい、おです。お、おです。俺とお前の中は神様だって知っている、あ、それ知っているけど、本当は僕とあの人は、はい、和です。なんだかもう輪ゴムで遊んでいたならば、友達から電話がかかり、電話ばかり、今日は飲みに行こうじゃないかと誘われた。いや、難しい。童謡っての難しいですよ。皆さんの宴会用童謡みたい。大人の童謡。いや、でも軍歌も難しいですね。そうですか。僕ね、軍歌得意すぐ出ちゃうんですよ。軍歌。軍歌風の宴会っていうの簡単ですよ。行ってきましょうか。今日も飲むならば、明日も飲もうちょいだ。違うか。でもやっぱり年の子だね。はい、はい。でもこれはですね、はい、あの、宴会の方のね、動揺はね、なんかワンパターンでね、友達から飲みに行く、そういうの電話がある。そうだね。その意味ではね、あの、なんか異性の良さっていう意味でね、うん、やっぱあの、軍歌の方のね、達人の歌詞ですね、これはね。ですね。うん。はい、ああ。そういうことでですね、はい、うちのスタッフの方はですね、達人の歌詞。乾杯ですね。いうことにして、いきたいと思いますね。はい。はい。それでは、はい、次の、次のカップルが出てきてるんですか、はい、もう。2回戦ですね。はい。スタンバイ OK のようです。はい。それではですね、市川、はい、まさこちゃん。まさこちゃん、おはようございます。まさこちゃんでいいんですか？はい。あ、聖子ちゃんじゃなくてね。はい。頑張っていきましょうね。はい。まさこちゃんはどこにお住まいですか？新宿です。あ、新宿？新宿。どこ？うん。新宿駅と、高田馬場の間の、新大久保っていうところです。うん、あ、知ってる。ね、新大久保、ね。そう。新大久保、新大久保。あの、さっき、レッドリバーバレー歌った、あの、美声を聞かせたサークさんの友人なんです。あ、そうなの？はい。うちはね、なんか誰かが出るとね、すぐね、割とその、係のものがね、わっと出てくるのね。しょこちゃん頑張っていきましょうね。はい。はい、よろしくね。しょこちゃんはいくつでしたっけ？まさこです。まさこちゃん、まさこちゃん。まさこちゃん、まさこちゃんいくつでしたっけ？16です。あ、16歳ね。はい。まるで16歳みたいな声だね。ねよし、行ってみたい。
それからですね、はい、青木ひろみさん。はい。あ、おはようございます。おはようございます。元気ですか？はい。元気が何よりですよ。うん。ひろみちゃんはおいくつ？14です。14ですか。はい、ひろみちゃんはどこですか、お住まいは。川崎です。川崎ですか。そうですか。今ね、はい、ひろみちゃんは、どういうお洋服着てますか？上はパジャマで、下は胸当てのスカート履いてます。何、上はパジャマで。パジャマ着て、胸当てのスカート。はい。胸当てのスカート。うん。そう。胸当てのスカートって何ですか？胸当てって、サロペットみたいな感じの？はい。あ、そうか。うん、あ、そうか。びっくりした。なんか、いや、お洋服、お洋服、いや、パジャマ着てさ、それで上からブラジャーやったの。かわいそう。ひろみちゃん、はい、頑張っていきましょうね。はい、予想わかりましたね。はい。はい、じゃあ、まさこちゃんとひろみちゃんとじゃんけんしますかな。はい。はい、それでは行きます。じゃんけん。はい。チョキはどっちかな？はい、私です。まさこの方です。まさこ。じゃあ、まさこちゃんの負けか。まさこちゃん勝ったの。え？チョキとパーでしょ？そうそう。だから、チョキの人が勝ち。ひろみちゃんグーだよね。はい。ほら。そう。あれ？うちはね、耳が遠いのも多いんで、こうやって。はい。ごめん、ごめん。そういうことでですね、はい、ひろみちゃんの負けでしょ？そうです。え、まさこちゃんの負け。めちゃくちゃ面白い。女の子だったからね。じゃあ、まずまさこちゃんからね、はい、選んでもらいましょうかね。はい。はい、まず、アルファベットの方はどれいきますかな？じゃあ、A の。え？ A。A の。A はさっきあったね。あ、やりました。やりましたね。うん、A はさっきありました。あ、そうですか。はい。じゃあ、C の。C の。あ、C もやりました。C もやりました。じゃあ、うん。M。はい、M の。そう。M の、いろはにほげとはどういきますか？歯です。歯です。歯はやりました。歯はやった。うん。じゃあ、2。2。